皆さん、こんにちは。淡井圭介です。先ほどからの続きですけども、2023年12月の10日、結果、出ました、香港カップ、プログノーシスが3着。淡井圭介はプログノーシスで勝ちに行くっていうことで、期待してくれた人たちがいて、こういうオッズ 3.5 倍になったんだと思いますね。1着 のルクセンブルクという馬の今までの戦績を見たら、やっぱりすごいです。アイリッシュチャンピオンステークス G1、2着、順に遡って言っておきますね。キングジョージ、6世&クイーンエリザベスステークス、こちらも G1 なんですけども4着、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークス G1、2着、タタソールズ・ゴールドカップ G1、1着、ムーアズ・ブリッジ・ステークス G2、5着、凱旋門賞 G1、7着、凱旋門賞あたりは世界中の競合馬が集まってきますんで、展開等による部分もありますんで、なんとも言えない。で、アイリッシュ・チャンピオン・ステークス G1、1着、ロイヤルホイップステークス G3 1着、イギリスの2000ギニー G1、3着、あとは、フューチュリティトロフィー G1 1着、ベレスフォードステークス G2 1着という戦績の馬で、距離適正も大体2000メートル前後をずっと走ってきてる。1600メートル以上から、2000メートル前後の距離をずっと走ってきてる馬なんですよね。だから、このレースに適した馬だったんだと思います、戦績。で、2着の馬が、ロマンチックウォーリアという、馬なんですが、過去を遡ってみると、コックスプレート G1 1着、ターンブルステークス G1 4着、チャンピオンズ&チャターカップ G1 2着、クリーンエリザベス2世カップ G1 1着、香港ゴールドカップ G1 2着、香港スチュワーズカップ G1 2着、香港カップ、昨年の1着馬ですね。で、1着、ジョキークラブカップ G2、1着、クリーンエリザベス2世カップ G1 1着、香港ダービー、カッコ L って書かれているのがちょっと、この辺のところは僕はあんまりよく知らないんですけども、グレードが特に書かれてないので、グレード関係のレースではないんだと思います。過去を遡って、戦績、述べているので、クイーンエリザベス2世カップ、昨年の4月24日、2022年ですね。その後の戦績を見ると、G1 だけでも1着は1、2、3、3つ取ってますね。だから、あとは G1、2着が、3回。1着が3回と G1、2着が3回。だから非常に安定感のある、競合馬であると。ちょっと待ってくださいね。G1 の数、数え間違えてるかな。G1 の数、1着4回ですね。4回取ってますね。で、G2 が、G1 が、2着が3回。だから1着4回と2着が3回の馬なので、かなりの実力馬であったと。だから1番人気 1.1 倍だったのは、納得はいきますね。で、日本のプログノーシスという馬の戦績なんですけども、過去を遡ると、今年の秋の天皇賞、G1 3着、札幌記念グレード2、1着、4月30日のクイーンエリザベス2世カップ G1 2着、あとは金古賞、G2、1着、中日新聞杯 G3 4着、カシオペアステークス2着と、それ以下はカシオ
ペアステークス以下は、グレードレースではないんですけども、まあ、一応、クイーンエリザベス2世カップ G1 で2着には入り込んできてるのと、あと、日本の馬を1頭に絞り込んでる。だから、エネルギーの残存量問題とかがありますから、まあ、頭の中の行き先が集中しやすかった。で、もともとの戦績を考えると、まあ、しっかりと力発揮できたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、この強豪馬の相手の中で。だからその辺のところで、香港スプリントと香港マイルに関して、ああ、そっかそっか、後から、日本馬がヒシイグアスとか到着して、ああ、日本馬が他にも、入り込んで、3頭参加してたんですよね。で、日本のローシャムパークという、まあ、ちょっとね、僕もあの競馬の世界からちょっと離れ、まあまあ、国際線はある程度気にしてはいるんですけども、そんなにあんまり、その、G1 を複数買ってるぐらいの馬とかじゃなかったら、なかなかちょっと覚えにくい状況なんですけど、まあ、こちらの馬は、ローシャムパークという馬は、まあ、上り調子であった、というぐらいかな。紫賞1着取って、今年の5月28日ですね。で、今年の7月16日に函館記念グレード3、グレード3を初めて買ってと。でその次、中山のオールカマーグレード2を、買ってと。まあ、上り調子で来て、まあ、初めて G1 に参加したという馬ですね。あまあ、プログノーシスについていったような形。まあ、たまにそういう傾向あります。海外の2022年か2021年、2022年だったと思うんですけども、アラブ諸国連邦かサウジアラビアカップかのどちらか、ドバイの方か、サウジアラビアの方、どちらかの方で、ドバイの方がアラブ諸国連邦なんですけども、サウジカップの方かな、あちらの方で、去年だったかな、夜中の2時くらいが最終のメインレースで、それまで日本の馬とかがいろいろ出てるんですけど、向こう賞金額が高くて、その当時の為替相場で1着1億円、グレード3で。だから、まあ日本馬もある程度、参加してたんですけども、そういうふうなレースでも、その1着は ほとんど1着が日本馬だったんですね。で、最後のメインレースの頃にはもう僕は力尽きて、寝ていったと。もうギリギリまでもう頭の中ずっと渡してたんですけど、もう最後、もう限界期でバタッと倒れて。で、まあ、ソロモン今年買っていて、その時間帯無理やり起こされてるんですけども、もうあんまりね、もうエネルギーの残存量問題があるから、国際レースに関して、そこで開催してる国に関しては、そこの国の馬が複数出てくるのはいいとして、これも国際的にどこの国もそうなんですけども、出すの一頭だけにしましょう。それしなかったら、キリがないですから、あんまりたくさん馬を、船にまあ、もう空輸だと思いますけども、やっぱりそういうエネルギーの使い方っていうのは間違ってると思いますんで、ね、その辺のところ世界中の、競馬界政府通して、しっかりと、対応していただきたいなと思います。あと 5着に入ったシーイグアス、まあそのついていったような形で、それちゃんと関係者の人たちはそれやったらその前についていくわとか言ってるシーン、たまにね競馬場で流れたり今まであったんですけども、その僕のその片瀬に行く馬に沿ってね。で、まあ、こちらの方の馬も、ヒシイグアスという日本の馬なんですけども、まあ、戦績見たところ、中山記念グレード2が1着が2回
あとはグレード3が1着は1回だけで、あとはグレード1、秋の天皇賞9着、大阪杯の G1 も7着だったり、まあその2022年の大阪杯も、まあ、4着だったり、ただ、2021年の香港カップに関しては2着に入り込んでると。というところで、まあまあ、ほどほどの戦績の馬であると。だから1着2着のその他国の馬って G1 複数いくつも飼ってる馬なので、ちょっとそういう馬相手に勝てるかって言ったら、まあかなり難しいですよね。まあ遊んではならないルールとかこっちも使ってるんですけども、あとは、まあ、他に参加してる馬の戦績を見てるんですけども、G1 を勝ってる馬がいるかなと思って、まあ、G2 や G1 に、まあ、2着とか3着とかには入り込んでるのが、6着に来てるマネーキャッチャーという馬ですね。で、7着のストレートアロンという、まあ、他国の馬ですけども、グレード2とグレード3を1着取ったことがある。まあ、グレード1にも挑戦してますけども、4着の馬ですね。で、基本的に、出走頭数が、香港の競馬に関して、まあ、ある程度数が、少なめで、絞られてると。まあ、10頭前後で、行われてますんで、結構馬の実力ははっきり出てくる試合だと思います。まあ、それプラス、試合の勝ち負けに取り組んでる、僕のね、そのプラスアルファされた日本の馬でいうと、状況とか、そう、まあ、他の馬を今見てるんですけども、いや、あんまり、グレード3すら買ったことのない馬とかも参加してますね。だから、オッズが253倍とか、とんでもないオッズがついてるんですけども、まあ、まず当たるわけがないという形ですね。この頭数だったらもう。昔みたいに、18頭立てとかだったら、その展開によって、ものすごくね、すべてがハマれば、2着に、入り込んでくる可能性もあるんでしょうけども、ちょっとね、この頭数では無理がありますね。まあけど最下位の馬見たら、一応グレード1、イギリスチャンピオンステークス3着と、パリのロンシャンの、ドラール賞 G2 1着、プランスドランジュ賞 G3、1着、ウジェーヌ・アダム賞、グレード2、1着と、まあ、そこそこ、結構強い馬が来てはいるんですけども、この馬が最下位でしたね。オリゾンドレという馬ですね。まあ、フランスの馬なのかな。フランスのグレードに何回も出ていて、それから、今年の2023年の10月21日に、イギリスのチャンピオンステークスの G1 に乗り込んでいる。だからまあフランス馬だと思うんですよ。じゃあちょっと待ってくださいね。1着の馬をちょっと見てみますね。ルクセンブルグっていう名前なんですけども、ルクセンブルグの馬なんですかね。これね、所属してる国、国家名が出てないんで、ちょっとね、わからないんですよね。以前はちゃんと、出馬表に出てたはずなんですけどね、国旗とか、まあ、それは新聞だったかな。まあ、この馬、1着の馬は多分イギリスの馬なんじゃないかなと思います、レース名を見る限り。アイリッシュチャンピオンステークスとかイギリスの2000ギニー、まあ G1 出場しているので、
ロイヤルホイップステークス G3 1着。まあ、この辺のところで賞金額を稼いで凱旋門賞に、まあ、出たと。アイリッシュチャンピオンステークス G1。 凱旋門賞はフランスなんですよ。ある程度実績のある馬じゃないと出れませんので、獲得賞金額とかまあいろいろあるんですけど、まあ今どういうルールかわからないですよ。私の頃は獲得賞金額だったと思うんですけども、今あの世界ランキングとかあるんで、ちょっとその辺のどこのルールが今どうなってるのか、あのまああの出走条件として、それその前のあのそこの国、例えば凱旋門賞のG1 か G2 のそのレースに勝ったら出場権が得られるとか、そういうのもあったので、今まで、まあ今その詳細どうなってるかわからないんですけども、まあ、とにもかくにもね、あの世界中どこの国もあの国際レースに関しては、そこのそのレース一つのレースに関して出場できる馬は一頭っていう形にしていただきたいですね。まあそれによって神がかり的な力、頭の中の行き先云々とか、その辺のところの作用っていうのはありにした方がいいんじゃないかなと私は思っています。それしなかったら結局馬たくさんあの出ちゃうでしょう。で、そのまあ自分のね、母国の馬がね、その後についていくような形で、まあ一応形的にはまあまあ3着まあまあいい成績の方だと思いますよ、今までのその戦績を考えたらね。まあ 3,4,5 という形で、まあまあ1着と2着の馬、まあまあ相当強いですよね。 G1 複数、買ってるまでで、まあ G1 に2着も何回もあったりとかで、だからまあまあしっかりと力を発揮できたんじゃないかなとは思います。あ、まあどれだけ頭の中を渡しても、例えばね、今の日本の 100m 走で前世紀の頃のウサイン・ボルト選手に勝てるかって言ったら、もう勝てそうな気しないじゃないですか。もともとウサイン・ボルト選手は43歩でゴールするんですよ。で、ほとんど、世界中の他の国の選手は44歩かかるんですよ。あの人、背高いでしょ、ウサイン・ボルト選手。190何センチあって。で、足が長いから、一歩のスライドは違うんですよ。だから、43歩でゴールできる人と44歩でゴールできる人。で、やっぱり差がどうしてもあるんですよね。で、それを頭の中の力上乗せとか、それプラスで、足の力とかプラスしたとしても、そこまで大きく身体能力を覆せるかって言ったら、それはちょっと無理がある話で、あんまりその話、神がかり的な力の話言い始めても、じゃあ柔道日本代表の選手に、その辺の小学生が柔道で勝てるかって言ったら、どんだけ頭の中を明かしても、そんなもん絶対無理だから、筋力的にも。だから、ある程度力が接戦してるところで、それは、まあ、順位に大きく影響を与えるものであって、ただ、そのエネルギーの残存量問題とかで、その頭の中のね、稼る量っていうのは、やっぱり増えますね。だからフィギュアスケート、昨日のあの、男子に関しては、まあ、1位がアメリカの選手で、日本の選手が、まあ、3人出ていって、ベルギーの選手は2人出てると。で、まあ、形として各地域での大会とか、まあ、その、グランプリの予選とかで、その、勝ち取ってきたポイントって言ったらいいんですかね、勝ってきた数というか、まあ、そういうふうなところで出場枠っていうものがありますから、まあ、一つの国から複数の選手が出場するような形になっていた。まあ、今年で言うと、阪神タイガースやヴィッセル神戸、の優勝を狙ってましたので、もう、シーズン始まる前から私公言しています。で、頭を中かして、まあ、あれこれ、対応して。だから、遊んではならないルールずっと、ほとんどの日を使用していると。だから、その部分とかもハマって、まあ、日本の選手の成績が良かった部分があるんですよね。これ、試合の勝ち負け担当してる人間が、その時間帯にね、その試合の勝ち負けに取り組めるような状態じゃなかった。例えば、気抜いて遊んでいるとか、まあそういうような状態だったら、繋がってしまったら、選手もうまく力が発揮できないとか、これは
その日本の選手だけじゃなくて、他の国の人たちとかの最初の方のね、試合とかでは、そういうふうな内容が発生されます。で、ただ、まあ、気合いの、昨日のグランプリファイナル男子フリー、頭の中ね、宇野昌磨選手に、アメリカの選手が滑ってる時も宇野昌磨選手に頭の中を渡そうとずっとしてたんですけども、もしかしたらそれがアメリカの選手に行ってる可能性があると。あ、まあ、もともと、まあ、羽生結弦、彼が、まあ、東日本大震災というものを被って、まあ、僕は阪神・淡路大震災の被害を被って、まあ、記憶が似ていたと。当時僕は阪神・淡路大震災の頃、17歳、高校2年生、その年3年生になるんですけども、まあ、羽生結弦彼も同じぐらい、高校生ぐらいの頃に東日本大震災が発生したんじゃないですかね。中学生かな、高校生かな、もうそれぐらいの頃だったと思うんですけども。で、まあ、彼の時代の頃に、まあ、世界ナンバーワンイコール300点を突破するような成績でなければならないみたいな形になってきてたんですよね。まあそれは練習する設備云々だけじゃなくて、勝負の勝ち負けについてのその頭の貸し方とか、そういうところではっきりとしてきてる部分とかあって、それでまあ選手が今の時代は、まあ昨日のアメリカのまあ男子の選手は4回転半を高い確率で成功させてきていると。まあ、もともと4回転半なんか飛ぶ人いなかったんですよ。で、女子ももともと3回転半っていうもの自体が珍しかったんですよね。大体、ダブルアクセル2回転半で、まあ、出来栄え云々とかあるから、綺麗に飛んだかどうか、スピードに乗ってジャンプして、綺麗に着地してるかどうかとか、そういったところで点数の評価とか変わってくるんで、あんまり難易度の高すぎる、そのジャンプ、その回転数とかを増やして、まあ、4回転半を綺麗に飛べなかったりしたら、意味がない。ただ、彼は着地も、しっかりと決めてきていた。まあ、あれ以上多分ね、スピードつけて4回転半って多分できないと思うんですよ。その人間の能力の限界点として。それしようとすると多分着地失敗したりとか、その失敗の仕方がちょっとこうふらついたりだとか、だからそういうふうな形になるぐらいだったら、まあ最悪転倒っていうこともありますよね。だからそれだったら、例えば4回転、まあこれも難易度高いですけども、トーループだとか、まあ、他にもフリップ、サルコーとかいろいろありますけども、アクセルまで行かなくても、アクセルまで行くと4回転半なんですよ。だから、まあ、その一歩手前ぐらいのところにしておいて、綺麗に演技をまとめたりとか、まあ、例えばコンビネーションジャンプ、3回ジャンプするときに、まあ、4回転から、1回転間に入れて、次3回転を選択する選手もいれば、まあ、一応安藤美姫は、まあ、その時は僕は頭なんか貸してたはずなんですけども、3回転、3回転、3回転を決めれてるんですよ。だ女性で4回転は綺麗に決めるのは多分無理だと思うんですね。だから3回転、3回転、3回転をしっかりとジャンプすると。まあ、それで得点稼いだ方がいいんじゃないかっていう考え方で、まあ、高い得点。まあやっぱり世界ナンバーワンになるっていうのはそう簡単なことじゃない。まあグランプリファイナルにしても世界選手権にしてもオリンピックにしてもそうなんですけど、共通して言えることは世界ナンバーワンなんですよ。だからまあ、そこまでたどり着ける人はなかなかいないんですけども、まあ、ジュニアグランプリも同時に開催されていて、まあ私は対応していて、まあ日本の女性と男性がジュニアグランプリファイナル優勝してるんですね。で、そのショートプログラムが終わった時点で、女子に関しては日本の選手が2位と、あと、まあ何位だったかな、ちょっと他の選手のことを忘れてしまったんですけども、その点数差だったら十分勝負になるよということで、1位の人とね、点数差ほとんどないから、これも絶対優勝狙いに行くべきだと。まあそういうことをお伝えして、まあ、男子の方はショートプログラムが終わった時に4位ぐらいだったと思うんですけども、1位の人との得点差があまりないんですよ。だから数点しか差はないから、基本的にね、10点以内の
差、ショート終わった後に10点以内の差とか、まあ、僕はもう10点差以上差が開いていこうが、開いていようが勝ちに行こうとはするんですけども、まあ、そうすることによってね、最終的に結果が、もしその時に勝ちに行かなかったら、4位とか5位だったかもしれない。だけども勝ちに行ったから最終的に順位が銀だとか、銅だとか、仮に1位になれなかったとしても。だ点数差ってそんなにショートプログラムであんまり得点の差はそのハイレベルな戦いで、出るわけじゃないから、まあまあとにもかくにも全力を尽くすと、で勝ちに行くっていうその姿勢ですよね。それが大事なんですよね。だからどこかで演技の失敗があったとしても、その後、リカバーするような、まあそういった行為が認められている競技ですから、だからその辺のところ、同じ認めているかって言ったら、難易度が高い技って、やっぱり、その、世界ナンバーワンを目指すような選手の間でも、やっぱり失敗するときは失敗する。だから、まあ、昔から4回転半を成功した人なんか、もうだいぶ前までさ、遡っても、まずいないんですよね。高近年なんですよ。4回転半を決めれた人なんてね。試合の本番で。だから、その高い確率でそれを何回も取り入れたら、まあ、ショートでも取り入れて、フリーでも、極端な話ね、2回取り入れたりだとか、まあ、大抵1回1回だとは思うんですけども、それを両方とも、じゃあ成功させれるには普段からほぼ 100% で飛びなきゃならないでしょうし、まあそういうふうに高い難易度のジャンプを取り入れることによって、フリーは演技時間が長いですから、肺活量、スタミナのそのロスにつながる。だからその辺のところとかでも、まあ自分の体力、体調とのまあ兼ね合い、まあ三浦選手、まあ体調不良で、前日の練習を休んだということなんですけども、わかりますよ。僕も試合の勝ち負けしてる時って睡眠不足にさせられてますから、だから、その辺のところは本番で、結局、自分の体がね、体力なかったらもうどうしようもないから、だからこれもしかしたら競走馬の世界もその可能性あるんですよ。だから僕の理論で言うと、最初から、それだったら、厩舎で休ませといてあげたらいいじゃないって。その馬がね、別の馬が、その、1位狙いに行く馬に力与えるんであればね。もしかしたら本当はその方がいいのかもしれない。馬が馬に力を貸して、人間が人間に力を貸す。要するに僕の場合は騎手。まあ、最後の香港カップで言うと変わった騎手。で、だから、これね、難しいですよね。スプリントとかマイルのところって日本の馬多数出てるでしょう。だからもう一応僕の方で先に到着した10頭の馬がいたから決めていたんですよね。この馬で勝ちに行くって言っておこうって、その方が分かりやすいっていうことで。だけども、最初の出だしの芝2400メートルの時点で、その、シャフリーアールでしたっけ、強いジャパンカップを買ったことのある馬、日本の馬が、本当は参加する予定であったと。その情報がこちらになかったから、その10頭の、そのレースに出る2頭のうち、これどちらの方の馬の方が勝ちやすいかなで物事見てたんですよね。だから、まあ、ゼフィーロという馬を選ばせていただいたんですよね。まあ、結果を見ると、まあ、2着は悪い成績ではないと思いますよ。で、まあ、もともとの成績を考えたら。で、1着の馬自体、海外の G1 に勝してるんですよね。だから、まあ、まあ、勝っても全然おかしくない馬、まあ、純子という馬ですけども、オッズが 17.5 倍。ゼフィーロは 6.4 倍で、3着のウォームハートという馬が、ウォームハートという馬も G1、2つ買ってますね。
で、ブリーダーズカップ、フェアリー&メアターフは2着ですね。今ちょっと他の馬の戦績とかも見てるんですけど、こちらは日本の馬でエリザベス女王杯を勝ったことのある馬、ただし昨年なんですよね。この成績見て僕はゼフィーロの方にしたんですよ。今年の2023年のデータで見ると、大阪杯 G1 が6着、クイーンエリザベス2世カップ G1 6着、宝塚記念4着、オールカマー G2A 6着、で、エリザベス女王杯が5着だったんですよね。だからゼフィーロの方を選んだんですけども、そのシャフリヤールが出てくるって知ってたら、シャフリヤールって言ってたと思うんですけどね。だからその辺のところで、だから、みんな仲良く、日本の馬なんだから、一つのね、輸送機にまとめて乗って、出るレース、一つのレースに一頭だけにしてたらみんな乗れるでしょ。だからエネルギーの残存量問題とかもその辺のところもあるし、それで全部話一致してくるから、あとは本当に強い馬が海外戦に乗り込むと、それしなかったら、やっぱりなんとなくこの戦績見た時に、相手のね、他の国から来てるその強豪馬と比べたら、やっぱり見劣りするでしょう。だからその辺のところで、ゼフィールはしっかりと力出し切った方だと思いますよ。どう見ても純子っていう馬の方が、成績、今までの成績上ですから、あとはちょっと、スプリントと、香港スプリントと香港マイル、ちょっと検証してみましょうか。1位のラッキースワイン、ラッキースワインネスという馬ですね。こちらの G1、複数買ってますね。G1 で3勝以上上げてますね。G2 も2つ買っていて、グレード3も2つ買ってる。ちょっと待ってくださいね。G2 は1、2、3、G2 3つ買ってますね。やっぱり成績、やっぱりすごいですよね。その後のね、2着のラッキーウィズユーっていう馬は、その1着の馬に着順ついていくような形で2着になれたような馬だと思うんですよ。っていうのは、出てるレース見たら、ほとんどがハンデ戦ばっかりで、今年の2023年1月8日に G3 に挑戦してるんですけども、13着。神がかり的な力、ついていく方法でも、こういうような着地になるから、だからしてみなきゃわかんない部分はあるんだけども、ただそれするんだったら、一着になる馬、強い馬を用意して、そこについていかなあかんから、で、多分ついていけてる馬は、自分ところの厩舎の馬か何かわからないですけども、多分力借りてるんだと思いますよ。だからそれ何かなかったら無理だから、今までのその戦績を見たときに、いきなりグレード1で、グレード3で13着は最高順位で、いきなり国際線のいろんな G1 何勝もしてるような馬が乗り込んでるレースに乗り込んでくるのっていう話になるから、もうちょっと考えただけでね、それはそれでこの馬としては、一番今までの良い成績を出されたんだと思いますよ。グレード3、13着は最高だった馬が2着に入り込んできてるんですが、国際レースの G1 で。次3着、ウェリントンという馬ですね。こちらの方は、もともと香港スプリント優勝してますね。で、チェアマンズスプリントプライズ。2022年の G1 なんですけども、1着。2022年のクイーンズシルバージュビリーカップ G1 1着。だから G1 を、3回勝ってると。あとは G1 2着だったりとか、グレード3も2着とか、G1 3着とか、安定して成績の良い馬ですね。だから
まあ3着、まあその勝ち負けが十二分に、まあ優勝争いが十二分に、まあ狙える位置付けの馬であったんでしょうね。で、4着に入った馬に関しては、まあ最高順位がグレード2の2着なので、まあ僕の中でね、まあ G1 の2着イコール、G2 の1着ぐらいに相当するかなと。で、G1 の3着イコール G3 の1着に相当するかななんですよ。だから、まあ、戦績としては、まあ、ぼちぼち、もしかしたらがあればっていう馬ですね。ビクター・ザ・ウィナー、その4着に入った馬。5着に入ったデューク・ワイ。グレード2の3着が最高順位と言っていいような成績ですね。なんかこの辺のところがね、うまく物事が噛み合わなかったのかもしれない、知れないですね。ただまあ日本の馬のこの、その次の順位に6着に入ってきたジャスパ・クローネという馬の戦績を見ても、まあ G3 を2つ勝ってるぐらいなんですよね。で、まあ、その、ジャスパ・クローネは、7着ですね。で、マッドクール、私はマッドクールで勝ちに行くって言ってたんですけども、まあ、8着。スプリンターズ・ステークス、G1、日本のレースですけども、1200m、2着に、今年になってるんですよ。だから、それなら可能性あるかなって考えてたんですよね。G1 のレースで1着争いできるかなと。ただまあ、スタート云々の位置取りとか、まあその辺のところが影響したのか何なのかわからないですけども、まあ、負けましたね。で、まあ、ジャスパ・クローネの方に変わった騎手が乗っていって、マッドクールの方に、まあ、シー・デムーロ騎手が乗っていると。で、調教師が池添学さん、まあ池添というお名前のその調教師の方たちたくさんいらっしゃいますけど、まあ親族間のご家族経営なんじゃないかなと思うんですよ。で、もしかしたら一つの厩舎に偏らないようにという部分もあったのかもしれないですよね。もうちょっとその順位を上げていくっていう話で考えると、まあとにもかくにも、まあとにもかくにも一頭に絞ってほしいっていう部分はありますね。私としてはその出場する。で、まあ普通の考え方で言うと、その日本で例えば1200だったら1200で一番強い馬とか、1600だったら1600で一番強い馬が国際レースに、乗り込んでいくと。で、その後日本の国際レース1600とか1200のところで、まあ、次の、ナンバーワン、日本国内で、ナンバーワンはどの馬なんだっていう形。だから、そういう順序で良かったんだと思いますよ。あとは、1600は、ナミュールという馬は、日本の馬なんですかね。そうですね、日本の馬ですね。周華賞が2着、オークス3着、あ、マイルチャンピオンシップ今年優勝してる馬ですね。だから多分最初の10頭と違う馬なんですかね。これ気づいてたら僕は多分この馬を選んでたでしょうね。こう喫緊でね、もう今年の11月19日の京都のマイルチャンピオンシップを買ってますから、香港マイルにはちょうど持ってこいなんですよね。1
1ヶ月以上、レース間隔が空いていてですから、でそのよその4着に、まあ、僕がソウルラッシュで勝ちに行くって言ってた、そのソウルラッシュが4着に入ってるんですけども、まあ、こちらはマイルチャンピオンシップ今年2着に入ってたんですよね。だからまあこの馬だったら最初勝負できるかなって思ったんですよ。その1着の馬、僕これ気づいてなかっただけなんですかね、どうなのか、ちょっと待ってください。なぜソウルラッシュを選んだのかもうちょっと思い出してみますね。G2 のマイラーズカップも、優勝してるんですよ。だから 1600m のレースばかりをほとんど選んでますね。ここ2年間近く、2年、そうですね、約2年間ずっと 1600m のレースだけ出てますね。だからまあ馬も迷うことがないでしょうし、そのペース配分とかね。なあ、まあそういうふうなところの理由だってたのかもしれないですね。あとは気になったのはセリフォスっていう馬ですね、まあ変わった騎手が乗ってたのかな。安田記念2着、あとマイルチャンピオンシップ G1、昨年優勝している、まあこちらの馬も勝ち負けできるんじゃないかなとは思いましたね。だその喫緊のレースのその調子の良し悪しを基本的に僕は優先して、まあ、ソウルラッシュを選んでんですけど、ナミュールという馬を分かっていたらナミュールを選んでましたね。その喫緊のレースマイルチャンピオンシップ、G1 を、買ってますので、そこに頭の中がいってたら、2馬身と4分の3ですかね、差は。まあこれくらいだったらどうとでもなってたような気がしますね、正直。ゴールデンシックスティっていう馬がすごく強い馬だっていうのは知ってるんですけども、さっき調べたから分かっただけなんですけども、まあ、オーツも 1.9 倍で、まあ、G1 たくさん買ってるんですよ。でかなり強い馬だっていうことは分かってるんですけど、タイムはね1分34秒なんですよ。1分34秒10なんですよ。別に大したことないタイムなんですよね。確か香港の競馬場って平たかったと思うんですよ。坂がなかったと思うんですよ。だからタイムは出やすいはずだから、だから、例えば日本の競馬場とかでその頭なんかしっかり貸して、でまあ 1600m ぐらいだったら、まあ昔だったら、ね、1分その33秒台前半とかだったら早いタイムだったんですけども、もう合金になったら1分32秒台ぐらいで走らなかったら全然優勝争いができないみたいな、まあこれもちろん天気とかで雨降ってる云々とかもあると思うんですけども、そのオムババとかね、そうじゃないかどうかとか、まあ向こうは今日晴れてましたよね、確か。晴れてるというか雨降ってなかった。だからまあそういうふうなところで、これぐらいのタイムだったらっていうのは思いますね。12後にもうちょっと前に積極的に出ていればっていうところですね。ということで、僕は何々で勝ちに行くって言ったことを聞いて、まあもしかしたら馬券買われた方いらっしゃったかもしれませんけども、まあ、これはあくまでもね、その馬と他の代表王国の国の馬との力の比較もありますんで、その子供と大人の差をひっくり返せるほどのものじゃないんですよ。だからその辺のところで、まあご理解していただけたらなと思います。それなりにこちらは、対応したつもりです。もうちゃんとテレビの中継とかあったらね、試合の勝ち負けしやすいんですけども、まあそれでも
まあ、今年のジャパンカップ、牝馬の三冠馬の方で勝ちに行こうとしたんですけども、世界ランキング1位の、ちょっとごめんなさい、今名前忘れちゃったんですけど、もう引退してしまったジャパンカップを最後に、世界ランキング1位、ずっと G1、6連勝ぐらいしたんでしたっけ、強かった馬、まあ、その馬には勝てなかった。ただその時の、内容を僕は YouTube にアップロードしてますけども、言ってる内容、レースのその内容を見た時に、もしそうしてたら互角の勝負してたんじゃないかって思いますよ。馬が前の方に行きたがってたんですよ。で、自然と馬がもう分かってるんですよ。神がかり的な力で頭の中貸したりしてるから、僕もね、そのこういうペースでとか考えてるわけじゃないんですよ。馬が自然と分かるんですよ。これぐらい前に行かなかったら勝てないっていうことが。だ、最後のコーナー回った時に、世界ランキング1位の馬よりも多分ちょっと前にいなきゃならない。あとはそのスタミナが持つかどうか、その末脚自体が、アガリサンハロンがこれね、並走してちゃんと走っていたら、ちょっとね、最後の直線で前にちょっと出にくかった部分があるんですけども、その3回取った牝馬もアガリサンハロン33秒台なんですよ。で、まあ、もちろん世界ランキング1位の馬ですから、相手その相手の馬は33秒台で、向こうの方がちょっと早かったんですけども、その牝馬3冠の馬はね、馬群から出るのにちょっと時間かかってるんですよ。じゃあ末脚もしかしたら五分五分かもしれないと。だからちょっと前に出ているだけで、最後までスタミナがもし持ちこたえていたら勝ってたかもしれないんですよ。だからこれはまあ、タイムはかなり早かったんでね、2400m で2分21秒台でしたから、昔では考えられなかったタイム、あ、僕が20歳ぐらいの頃のレコードタイムっていうのは、僕は小学生時代にオーリーキャップっていう馬と、オーストラリアの馬、牝馬なんですけども、まあ、メス馬なんですけども、ホーリックスっていう馬との叩き合いで、ホーリックスの方が1着になって2分22秒22だったかな、まあ、それぐらいのタイムなんですよ。だからそれが世界レコードだったんですよね。だからそのタイムを今の時代の馬は平気で超えてきてるんですよね。だからその分、今の競馬のレベルは、昔の馬と比べて、1ランク2ランク、レベルが上がってると、まあこういうことになるんですよね。まあ、あんまり語り始めてもキリなくなってくるので、もう時間だいぶかかってるんで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。